こんにちは。超集中空間プロデューサーの北慎吾です。今日は群馬県公立高校後期選抜の社会の資格一番についてお話をしています。資格一番は、地歴、公民がすべて混ざっているというところになります。で、どんな感じで出てるかというと、例えば、カッコ一番は地理ねとか、カッコ三番は歴史ねとか、カッコ6番は公民ねとかっていうような感じで、それぞれ見ると、まあ、地歴公民どれに属してるかなっていうのは、はっきり分かれているような感じになっていて、それが、まあ、資格1番の中に全部混ざっているというだけの話です。ですので、それぞれの力が必要になると。で、一番特徴的なものは、公民だと思います。地理は資料の分析のような記述が、まあ、多いかなと。で、歴史は知識を聞いてくる記述が多いと思います。ただ、公民に関しては、自分の意見を書くとか、問題点の解決方法を書くとか、そういった記述になります。例えば、2017年だったら、子育て支援についての記述で、まあ、一つは、給食の無償化ということであって、もう一つは、まあ、住宅補助であったりとか、ということがあります。で、あと一つですね、取り上げられなかった子育て支援のものを一つ挙げて、で、それの問題点と、解決するための政策を書くというものがありました。ちなみに、昨年はですね、資料を読んで、はい、あなたの意見を書きなさいというようなものでした。ということは、あなたは意見を持たなければいけないです。いいですか？知識を覚えるだけとか、技術の形を覚えるだけではなくって、あなたはそれを使って、ああだこうだといろいろ考えることっていうのが、今の社会では求められています。ですので、普段授業を受け身でずっと受けてしまうと考えることってあまりしないですよね。なので、授業を受けて自分ならこういうふうにするよなとか、これってどういうことなのかなっていうふうに興味を持って考えてみるとか、そういうことが求められているというふうに考えていただくといいと思います。はい、今日は群馬県公立高校後期選抜社会の資格一番についてお話をいたしました。ありがとうございました。